15世紀の基範がより、フィオーレのヨアキムは、中世イタリアの神秘思想家、キリスト教神学者。チェーリコの富裕な交渉人の家庭に生まれる。午前ァにある学校に通い、その死の司法の仕事に就く。豊章な生活を送った後、改心して、聖地エルサレムへと巡礼し、ギリシャやビサンティウムを旅行してからイタリアに帰国する。南部イタリアのルッツにある。 サンブチーナ修道院に数年間を過ごし、レンデとコゼンツァを中心に伝道を始めた。カタンザーロに近いコルタレの首都会に加入し、修道士として制約する。コルタレの修道院長に選ばれたが、数年後に孤独を欲して1181年に、職務を解かれるようルキウス三世に願い許される。再び放浪の旅に出て、ロンバルディアを経て1186年に、 ベローナに達し、そこで、ウルバノス三世に越見を賜る。そこから、南イタリアに帰ると、弱キムの周囲に、聖書の不明瞭な箇所について尋ねてくる弟子たちが、集まるようになる。1195年頃、彼は弟子たちを連れて、午前座東方の白山へ行き、修道院を建てて、フィオーレと呼ぶ。その修道院で死ぬまで瞑想と著述に従う。 ダイアラギーデ・デプレシャンティア・デイ・ヨアキムの聖書解釈は終末論を含み著作、三位一体論は1215年に異端の判決を受ける。しかし生前の彼は幾人もの教皇によって著述の権限を与えられ、すべての著作は教皇の認定下に置かれている。ヨアキムが設立したフィオーレ修道院はこのリュース賛成によって正当的信仰を守っていると保証された。 彼は、白山や、三条イ人フィオーレにおいて、地方的な彩色によって尊重されていたに過ぎないが、1240年以降フランチェスコ界の急進派が弱き者著作の中に、自身の修道会とその画期的な使命が予告されていると考え、弱き者なが、イタリア全土に流フされるようになる。彼自身は、一旦と宣告されたことはなく、また逆に聖者として劣勢されることはない。 あらゆる異端子の中で扱われながら、弱キムの著作は1688年に、教皇庁によって交換された、アクタサンクトレムに収録されている。ありがとうございます。